今どういますか？ヘルです。イエーイ。ペルーのインカファルマにてアフターピルを買いに行きます。さてサンチェス、アフターピルとは何ですか？アフターピル、なんでしょうね。難しいね。アフターピルを説明してください。アフターピルっていうのは、妊娠したかもって不安になったりとか、あとコンドーム中で破れちゃったどうしようとか、あと被害に遭って仲出しされちゃったみたいな、その意図せぬ、予想していない妊娠が起こりそうな時に72時間以内に飲む薬のことです。日本では実際にこのピルっていうのは実は薬局で買えなくて、被害に遭った場合は警察などに行って一生されたらもらえるんですけど、基本的には産婦人科で時間を取ってとか、すごくプロセスが長くて全然プラン B ではありません。だから今回は、今日はペルーでどれだけ簡単に取れるのか見ていきましょう。イエーイ、バモス。Quiero preguntar el pastilla para el viernes. Sí. ¿Cuánto más?初のアフターピルを買いますね。え？初のアフターピルを買います。うん、もう1回で1人でさ、2個買えてるってこと今。うん、今の1個しか買ってない。あ、そう。2個買ってく？逆に10万ソルだった。2個買えんのかな。買ってみる？買ってみる。買ってみる。永遠切るかもしれない。そう、持ってきてくれる。どのくらい？10万ソルだよ。10万ソル、すごくない？500円ぐらい。No, estoy bien. ¿Y ella quiere, dice que puede comprar dos? Sí. Let's go. ¿Sí? La pandemia. Sí, ni caer onda. しかもカードで買えるんだ。の、no? 何を聞かれてるのか他に欲しい。あ、大丈夫です。水は、はい、水、あ、飲むのにってこと。マジで5秒くらいで解散できる。500円で買いました。500円で買えた。でちゃんとした日本のとほぼ同じだし、インドで使われてるんだって。ラボノールゲストレル 1.5。 おばけない。しかも私1人で2個買えたの、日本の産婦人科だって絶対ありえない。なんで2個必要なんですかとかめっちゃ聞かれそうだけど。念のためだよ。そう、ね、それは分かんないじゃん。日本サンチェスどう思いましたか、これを見て。いや、なんかすごい初めて見たんですけど、新鮮で学ぶことが多かったです。ありがとうございます。何も学んでないです。テレビからの中継でした。今見たようにアフターピルとは、万が一避妊を失敗した時に飲む緊急用のピルです。国や家庭によるけど、人によっては万が一このピルを所持してる人も少なくありません。日本ではこのピルっていうのは1万5000円から3万円と言われていて、とてもじゃないけど若い人だったり学生さんというのは親にも言えない人もいるし、手を出すことはすごい難しい状態です。私の相方でもある、あのなんでないのプロジェクトの福田和子さんだったり、 NPO 法人ピルコンさんが日本のアフターピルのアクセスが改善されるよう署名活動やロビングを行ってます。彼らはその他に、あの女性主体の避妊方法がもっと日本で普及するように啓発活動も行っています。そして今回ビデオに出ていた、あのオカメも、性によって苦しむ人を減らすためセックス界のフィクサーとして活動しています。あの下にオカメのツイッターだったりインスタグラムの情報を置いておくので、ぜひフォローしたり質問がある人はここにコメントしたりしてください。